こんにちは。本日は STM32 マイコン体験実習、組み込み AI 編、データ収集学習編のプレゼンテーションをご覧いただき、ありがとうございます。組み込み AI を実現するためには、学習用データの収集、学習用データのラベリング、ニューラルネットワークモデルの学習、マイコン用コードへの変換及び圧縮、 そして、推論モデルの実行という5つのステップを踏む必要があります。本プレゼンテーションでは、この中から学習用データの収集、学習用データのラベリング、およびニューラルネットワークモデルの学習の方法について解説していきます。なお、本実習を進める際、事前に本体験実習の ツール動作確認編が終了している必要があります。本プレゼンテーションではツール動作確認編が完了していることを前提に進めていきますのでご了承ください。それでは早速実習を進めていきたいと思います。ここで本実習のプログラム構成について説明いたします。 本実習は全部で8つのパートに分かれております。1つ目の AI 解説と2つ目のツール解説は座学の内容になります。3つ目のツール動作確認、4つ目のデータ収集・学習、5つ目のニューラルネットワーク実装は実機を用いたハンズオンの実習となります。6つ目の設計のヒントと、 7つ目の Python スクリプトは再び座学となります。本実習にて使用する統合開発環境が IAR 社の EWARM になりますが EWARM の代わりに弊社の STM32Cube IDE をご使用になる場合に8つ目のパートの STM32Cube IDE もご覧いただく必要があります。こちらも実習形式となります。 以上が STM32 マイコン体験実習組み込み AI 編のプログラム構成になります。本プレゼンテーションは4つ目のデータ収集、学習のパートとなります。ここでは最初にニューラルネットワークの学習に必要な学習用データの収集と 学習用データのラベリングを行います。その後、収集した学習用データを使って Python スクリプトによりニューラルネットワークの再学習を行います。本実習のツール動作確認編では、人の活動認識のサンプルプログラムを動かしましたが、ここではそのサンプルをそのまま使用します。 ボード側はサンプルプログラムが動作している状態にして、スマートフォン側は STBLE センサーのアプリケーションを起動します。起動しましたら Connect to a device のアイコンをタップして接続を開始します。デバイスリストに対象のデバイスが表示されましたらそのデバイスをタップします。接続が完了しますと、 下側にアイコンがいくつか表示されますので、一番右側の More と書いてある3点メニューをタップして、リストの中から AI データログを選択します。センサートログの欄にあるセンサーリストの中から、アクセレロメーターのスイッチをオンにします。センサーパラメーターズ欄のイナーシャルセンサーズサンプリングフリケンシーが、 デフォルトでは 104Hz になっていますので、こちらを 26Hz に変更します。画面右下にある Continue ボタンを選択して、ラベル設定画面に移ります。画面右上にあるプラス印をタップして、ラベル名を入力して保存します。ラベルリストに今作成されたラベルが追加されていることをご確認ください。 次に学習用のデータを収集します。これからボードを手に持って歩行、走行などの動作を行ってデータを収集しますが、データを記録する手順には注意が必要です。データの記録を開始する場合、スタートログボタンをタップしますが、その時点ではまだラベルを有効化しません。ラベルの有効化は、 スタートログをタップした後、記録したい歩行、走行などの動作を始める前に行う必要があります。従いまして、スタートログをタップしてログを開始、ラベルの有効化、数秒間の動作開始、ラベルの無効化、ストップログをタップしてログを停止、という手順になります。 取得したデータは最終的に CSV 形式のファイルに保存されますが、本ボードではボード上のフラッシュメモリーに格納されます。ここでボード上のフラッシュメモリーに格納された CSV ファイルを PC に取り込みます。まず USB ケーブルをボードから外します。 もし、ボード上のプログラムを EWARM 上から動作させている場合、デバッグ用ツールバーの実行停止ボタンをクリックして、プログラムの実行を停止します。次に、デバッグセッション終了ボタンをクリックして、デバッカーを停止します。その後に USB ケーブルを外してください。USB ケーブルを外しましたら、 ボード裏面の JP4 のジャンパーを12から56へ差し替えます。その後 USB ケーブルを挿すのですが、ここでは先ほどまで USB ケーブルが接続されていた ST-Link の USB コネクタ CN7 ではなく USB OTG と記載されている USB コネクタ CN9 に接続しますので、お間違いのないようにご注意ください。USB ケーブルを接続しましたら、今度は青色のユーザーボタンを押したまま、黒色のリセットボタンを押します。その後、リセットボタンを離した後、ユーザーボタンを離します。 ボタンを押すシーケンスとしては、右の図にありますように、リセットボタンが解除されるタイミングでユーザーボタンが押されている必要があります。この操作により、ボード上のフラッシュメモリーのコンテンツが USB マスストレー,ージとして PC で認識することができます。接続されているボードは、 PC 側で USB ドライブとして認識されます。そちらを開きますと、一つの CSV ファイルと一つのテキストファイルが保存されています。この中で学習用データとして先ほど取得したデータは CSV ファイルの方になります。次に収集した学習用データを使って、 ニューラルネットワークモデルの再学習を行います。その作業には、あらかじめ用意してある Python スクリプトを使用します。手順としましては、まず最初に、STM32Cube Function Pack Sensing 1のフォルダー内の、Utilities, AI Resources, Training Scripts, HAR というフォルダーを開き、 そこにログデータという名前のフォルダを作成します。フォルダを作成しましたら、そのフォルダに先ほど取得した CSV ファイルをコピーします。次に学習に使用するデータセットをこちらの URL から入手します。ファイル名は wisdom.ar.1.1 row.txt になります。ファイルを入手しましたら、先ほどの har フォルダにあるデータセッツフォルダにそのファイルをコピーします。次にコマンドプロンプトを開き、Python スクリプトを実行して、学習用データの前処理および ニューラルネットワークモデルの再学習を行います。まず、コマンドプロンプトを開きます。開きましたら、ディレクトリの移動コマンドで、先ほどファイルを格納した har フォルダに移動します。次に、必要なニューラルネットワークモデルをインストールします。こちらのコマンドを実行します。 最後に Python コマンドで runme.py という Python スクリプトファイルを実行します。こちらのコマンドを実行してみてください。results という新しいフォルダが生成されて、再学習済みのニューラルネットワークモデルが保存されます。その他、 精度と損失関数のプロットや混同行列、STM32CubeAI で変換後に検証で使用するデータファイルなどがリザルトフォルダーに生成されます。この中で再学習済みのニューラルネットワークモデルは har.ign.h5 という名前のファイルになります。こちらのファイルはニューラルネットワーク実装編の実習で使用します。 参考までに Python スクリプトの各パラメータのオプションについて掲載しますので、必要に応じてご覧いただければと思います。最後にボードの設定を元に戻します。まず USB ケーブルをボードから外します。USB ケーブルを外しましたら、ボード裏面の JP4 のジャンパーを5、6から 12へ差し替えます。その後 USB ケーブルを挿すのですが、ST-Link の USB コネクター CN7 に接続します。以上で本プレゼンテーションを終わります。プレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました。